やっぱりそういう楽天主義なんで、ね、僕ね、街づくりって楽天化でないとできないと思う。プランはね、割とみんな作れるんですよね。でも街なんてやってみないとわからないことだらけじゃないですか、うん、プラン作ってやってみて、あ、いやこれはどうも違ったなとかね、実際やってみたらこうはならんよねみたいなことをどんどん修正できる仕組みをちゃんと作っとかないと、災害が起こるとこういう専門家いないかとかね、なんかね、東京の方を見てね、偉い先生来てくれないかなとかね、地元の人が一番我がことなんだよね。我がことだと思ってる人が育たないと意味がない。自前、自活、自立みたいなね、住民さんが主体になって地域の担っていくようなね、そうすると地域でいろんなね、働く場もたくさん作れるし、うん、僕はよく行政に言ってるのはキャッチボールしなさいと、分かりやすい形にして住民さんに伝えるとかね、やっぱり情報が一番大事なんですね。正しい情報を分かりやすくタイミングよく伝える、この3つが揃えばみんなで話し合えばね、絶対最良の選択ができるはずなんです。住民さんも勉強しなきゃいけないね。街づくりって終わりがないんですよね。ゴールだと思ってそこ行ったらまた次のゴールがあるみたいな、住民にとって終わりはないわけですね、うん。